や子猫ちゃんたち、ごきげんよう。大人のボウリング教室番外編へようこそ。今日は河川敷に来ています。河川敷といえば、そう、相撲。多くの得意競技は相撲です。ボウリングではワダプロとナルトには勝てない、勝てない。だからこそ相撲で勝つしかない。今日は皆さんに僕の相撲の立ち回り伝授しようと思います。ちょっと相撲やりません？相撲？なんで急に？いや別にいいじゃん、いいやなんでや、普通にトレーニングしようや。いやいやいや、相撲をやらせてください。相撲する。僕は相撲をやりたい。だってお前体重100キロやろ。まあ普通に考えたら無理やな、二人ともな。普通に考えたらお前100キロやん、お前勝つやんって。いいじゃないですか、たまにはね。まあまあ、じゃあ勝負する、はい、そうですね。じゃあ相撲勝負しようか。はい、よし、行くで。みんな見といてや。まあ僕も結構力には自信あるんですよ。まあでもヒロムにちょっと勝てるかわかんないですけど、ちなみに僕の体重が今まで大体80キロぐらいですね。そんな結構あるな。結構何キロ？100キロぐらい。20キロ差ですけど、まあまあここはね、力でねじ伏せたいと思います。それでは行きます。行くでー。はっけよーい、どこだ。おお、ああ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 。はい、結果、検証結果、勝利、よっしゃ、80キロの勝利ですよ、これ皆さん。体重よりも力の方が大事だったってこと。またね、ヒロムに皆さん挑んでください。次ね、次ワダプロに挑むんだ。はい、続いて僕と、ヒロムの、対決をしたいと思います。ガラッと体重になります。これ、63キロ。これでもしワダプロ買ったらナルトと対決やな。そうですね。はい、はい、いくで。わあ、シコだけはすごい。いくで、あっけよ。はい、きょーい、ロコタ。なんかスマートよりプロレスなんやけど。びちょびちょや。続きまして、あ、BTB 相撲対決決勝戦。軽量級対決。軽量級対決ですね。63キロ対80キロなんで、はい、身長もまあナルトの方が、はい、まあ10センチぐらい高いんかな。そうですね、はい、さあどっちが勝つのか。まあでもね、師匠の意見にかけて、僕はね、あれですよ、師匠やからといって手抜くとかじゃなくて真剣にいくよ。そらそら真剣の方がいいわ。ズバーン倒すんで、はい、バーン抜け飛ばしますよ。はい、いきますよ。はっけよーい、のこと。完全にプロレスやからな。あーっからな。
から。チャンピオンでした泥まみれやんめっちゃめちゃそんなびちゃびちゃあのね、今撮影終わったんですけど、まさかのヒロムがガチで、あのもう一回やろうってあのリベンジ戦を挑んできたんで、これガチですよ。あのカメラとかじゃなくて普通にカメラなしでもやりたいって言ってきたんで、今からちょっとリベンジ戦行きたいと思います。なんか秘策はあるの俺に勝つ？なんもないわ。ちょっと勢いだけは怖いな。勢いだけはすごいわ。顔バチバチ殴っても行くで。はい。はっけよーい。なこだ。怖い怖いね。怖い。おお、いい勝負してる。めっちゃいい勝負してる。僕の得意競技は相撲です。何やっても結果は同じですね。ボーリングではワラプロとナルトには勝てない。勝てない。だからこそ相撲で勝つしかない。大丈夫か。今日は皆さんに僕の相撲の立ち回り伝授しようと思います。これからこういう方しょっちゅうヒロミ挑んでくるんで、そのためにまた撮影したいと思います。何回戦でようやく勝てるかっていうやつやな。よし、おう。はい、ラスト。はい、ラスト。はい、早く。はよ、はよ、はよ。起き出せ。ボギャやりきった。どう？成功じゃない？これなんかめっちゃ音あるやん。二重飛びしてみて。短いってこれ。長いねんね。20回ぐらいできんねんけど。やって二重飛び。あや飛びできるやん。すげえ、うまっ。30秒はできない。ちゃんとしなきゃ。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。